はい、こんにちは。もしかしたらこの動画を見てる方の中にも袋をゆずるに入れてる映像を見たことがある方もいるのではないでしょうか。確かに袋は可愛いです。ですがこれ袋にとっては良くないです。今回は袋をゆずるに入れるのは危険ということで、注意喚起として特に2つの理由を挙げさせていただこうかと思います。そしてこのチャンネルでは、袋オーナーさんにとって有益な情報を飼育関連の再生リストにまとめてありますので、もし興味がありましたら、再生リストの動画をチェックしてみてください。きっとお役に立てる動画が見つかるかと思います。それでは早速始めていきましょう。ではまず本題に入る前に一つだけ皆さんにお願いがあります。絶対に袋ゆずゆで検索して閲覧しないようにお願いいたします。ざっくりどういった映像なのか説明しますと、洗面器にぬるま湯を張って、ゆずを入れてると。で、深さも結構あってフクロウの足も届いてないで浮いてるような状態です。で、皆さんが知りたいのはそれの何が悪いのかはっきりとした理由だと思うんですけど、まず一つ目として、ゆずに含まれるクエン酸が鳥にとって有害だったりします。で、割と少量でも、呼吸器に影響を与える可能性があるのと、犬猫でも皮膚の弱い子、あと炎症っていうのかな、かゆみが出ちゃう子がいるようで、ゆず湯に入れないようにっていう注意喚起の記事なんかは結構簡単に見つかったりします。で、ちなみにこのチャンネルで扱う資料はすべて動画の説明欄にリンクを載せてあるので、気になる方はチェックしてみてください。で、そして二つ目、鳥は尾羽の上に微子線と呼ばれる油を分泌する機能があって、これを使って羽のコンディションを保つわけなんですけど、ぬるま湯を使ってるっていうこと で、しかもフクロウが浮くほどの量のところに入れてしまってるということで、余分に油を落としすぎてしまってることにつながってると思うんですよね。で、僕らもフクロウの水浴びをお風呂タイムとかって表現したりするんですけど、もちろん本当にお湯に入れてしまうことなんて絶対なくて、たらいのような容器に水を入れておいて、フクロウ自身の意思でしたい時に水浴びができるようにしてるわけなんですよね。で、水の量としてもせいぜい足が浸かるかな程度の深さにしておくのが基本となってます。以上になりますけど、正直3つ目にストレスとかもどうなのかなとかって考えたりはしたんですけど、それって実際に数値化できるものじゃなかったりするので、今回は2つの明確な、やってはならない理由として、紹介させていただきました。で、僕の個人的な意見としては、映像映えを意識したものとか全部が悪いなんてことはそんな思ってなくて、ただその中でも少なくとも生き物の健康状態に影響を与えることは、これはダメだと思ってるんですよね。で、このゆず湯にしても、確かにこれをしてからといって必ずしも重篤な症状を出さないとは思うんですけど、ただこうやって科学的にも良くないとされていることをするのは、生き物に対する思いやりが欠けてるんじゃないのかなって正直そう思ってしまいました。で、この動画を見た方の中には、そうなんだ、知らなかったとか、生き物をおもちゃにしてるような話だねとか、まあいろいろ意見があるとは思うんですけど、もしよかったら感想などコメント欄に書き込んでいってもらえたらと思います。で、そして今後も飼育関連の動画をどんどん出していくので、チャンネル登録して次の更新を待っていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。またね。